何チェリーマン、チェリーマンさんという方からですね、熱気球のですね、作り方参考動画をですね、送っていただいたんで、これから作りたいと思います。もうおそらくはですね、俺はもう作んない、俺は足りないから、失敗に懲りてですね、もう嫌だと言ってるんで、今あそこにあるのがタイタニックですね。また作り始めてるんですけど、私はこっちの、熱気球をね、一人でしょうがない作りたいと思います。チェリーマンさんの参考動画のやつはですね、ストローですね、ストローを使って、作ります。仕組みはもうめっちゃ簡単なんですね、だから、これができればですねすぐもうできてしまいますね。この正方形のですね、対角線の長さを求めるっていうのはですね、すっかり忘れてまして、今ネットで調べました。このストローはですね、真四角にすると一辺25センチだったんで、25×√2、35.35 という数字が出てますので、このストローの長さを作りたいと思います。アルミホイルですね、10センチ四方に切って、ここにですね、こうろうそくをこう立てると、4本ですね、いうふうにビデオでは言ってました。ろうそくはですね、100均に行ってこの短めのやつを買ってきました。実際にビデオの方はですね、もっと長いろうそくだったんですけど、まああんまり長いとそれだけ重くなるし、とりあえず浮き上がればいいってことで短めのやつを買ってます。これをじゃあこれからつけたいと思います。つけるんですけども、まずですね、このビデオで見るとこいつをちょっとこう溶かしてですね、こう上につけると、つかないじゃん、全然溶けてない。どうやるんだろう、ピンボケする。で、こうやったら今度はですね、下から、あ、何やってんのダメじゃないですか、難しいね、これ。もうちょっと溶けちゃう。いや、映ってる。よいしょ。OK。OK。これ、俺のできた。ほら。あと2、あと、あと2本。これで、アルミホイルにですね、4本、ろうそくが立ってます。これでですね、今度は筐体側にこれを最後接着するんですけど、お父さんがこれ、こういう感じでしょ。そうそうそう、こうか。今このビニール袋にですね、ストローの十字架のやつをですね、対角状にですね、ビニールで留めてます。ビニールテープじゃない、セロハンテープ。ビニールセロハンテープで留めてます。この十字のですね、上にこのさっきやったこのろうそくをですね置くと、はい、ちょっと下に置かせてくれる。こう置いたら、これに今度はこいつをつけないといけないの。こいつを、これを逆さまに、これはただこうして、こうしてこの上に、ちょっともっと高く上げてくんない、この上に乗っかるかな。乗っかったらこの四辺でスルーテープで留めると、そしたら完成よ。どう、今ここの十字の上にですね、これちょっと見えるかな、ロスがくっついてるアルミホイルですね、留めます。これでセロテープで留めればもう完成ですね。あと火つければ上に上がっていくかどうか。じゃあセロテープ留めましょう。一応できました。これが入ってですね、中に、あ、ろうそくが立っても見えるでしょうか。このろうそくに火をつければ、火をつけて上に上がっていくかどうかですね。今日はやりません家の中なんで、ね、明日やりたいと思います。パラシュートになるから、いや、置かないでやめてなると思うけど、よいしょ、君の作ろうぜ。